日産、スカイライン日産、スカイラインセダン V36V36 型、スカイラインセダンは、日産自動車が、日本で製造、販売していたセダン型高級乗用車である。2001年6月に、R34 型から、V35 型にモデルチェンジを行い、コンセプトを変更したスカイラインが2006年11月に12代目、V36 型として、 フルモデルチェンジを行った。基本的には V35 型からのキープコンセプトを継承し、先代が北米において D セグメント車として市場と専門家の双方から高い評価を得ており、その評価を維持するために開発費もスカイラインが日本国内選売車であった時代に比べて格段に多く取られ、開発に際しては北米市場が大きく意識されたという。キャッチフレーズは 日本の車にときめきが返ってくる。で、CM キャラクターには渡辺健一郎が起用された。先代に引き続き、日本国外においては、日産の高級車、ブランドインフィニティにおいて、G35、G37、G25 として販売された。ただし、2.5リットルモデルは、当初日本及び中国市場のみで販売されており、 北米市場では2011年モデルから追加された。なお、クーペモデルについては当初、旧型セダンの派生車である CV35 型クーペが、併売されており、セダン発売から約1年後の2007年10月に CV36 型にフルモデルチェンジされた。製造は、他のスカイラインシリーズなどとともに、日産自動車栃木工場で行われる。 2013年11月には、時期モデルである V37 型が発表されたが、3.5リットルエンジンを搭載するハイブリッドモデルのみの販売となったため、V36 型は2.5リットルモデルのみ、販売価格を引き下げて併売されたが2014年5月、V37 型に2.0リットルターボエンジンモデルが追加されたこともあり、在庫分の V36 型は、 同年12月をもって、明日ともに販売終了となった。370GT エンジンルームエンジンは当初、V62.5 リットルの VQ25HR 型と、同3.5リットル VQ35HR 型の2種類が用意された。両機種ともこのモデルで初採用された新型エンジンである。両、エンジンとも、先代モデル後期型から、 排気量自体は変更されていないが、特に3.5リットルエンジンについては15%以上、出力が向上しており、2.5リットルの FR モデルを除き、燃費性能も向上している。この VQHR エンジンは系列こそ、同じ VQ ではあるが、全くの新開発エンジンである。2008年12月の一部改良では、VQ35HR エンジンが、 V36 型クーペから採用されている V63.7L v 9 3 7 VHR 型エンジンに変更され、出力、燃費性能ともにさらに向上した。トランスミッションについては、当初、全車にジアトコ製の JR507E 型マニュアルモード付け、 フルレンジ電子制御5速 AT が採用されており、2008年12月には VQ37VHR エンジン搭載モデルの登場と同時に、東海エンジン搭載車のみトランスミッションが一部改良の、前日に発売された Z34 型、フェアレディ Z から採用されている同じくジアトコ製の JR710E、JR711E 型マニュアルモード付け、 フルレンジ電子制御7速 AT に変更された。その後同7速 AT は2010年1月のマイナーチェンジで2.5リットルエンジン搭載の FR 車にも採用されたことにより燃費性能が向上され平成22年度燃費基準プラス15%を達成。環境対応車普及促進税制に適合した。なお、インフィニティ G では3.7リットルにモードモデルがあり。 2.5リットル、3.7リットル、オードモデルにも7速 AT が採用されているが、国内のプラットフォームには新世代 FR、L プラットフォームが採用された。仙台 V35 型とプラットフォーム名称こそ同じではあるが、完全な新設計となっており、エンジンとミッションの搭載位置も仙台より15ミリメートル低くなっている。新たに開発時に、 実際の走行シーンを見据えて合成の向上が図られた。それにより最適な合成向上量が検証され、結果としてもじり合成が40%、フロントスカットルより前方の横曲げ合成が190%、リアの横曲げ合成が30%向上されたことにより合成は同じく D セグメントに属する同クラスのドイツ車をしのぐというフロントサスペンションには 先代のマルチリンク式からダブルウィッシュボーン式に変更された。リアには先代と同じマルチリンク式が採用されたが、光合成化・軽量化がなされた。前期型タイプ S、タイプ SP2006 年11月から2008年12月、エクステリアデザインはダブルアーチグリルや丸型リアコンビネーションランプの採用が先代に引き続いて行われるなど、 基本的にキープコンセプトとなったが、より抑揚のあるデザインがなされた。また、先代では背が高すぎるという意見もあったため、ボディサイズは全幅プラス 20mm、前高マイナス 20mm のサイズ変更が行われ、よりワイドローなスタイルとなった。しかしながら 20mm の全高低下にもかかわらず、室内高については 5mm の減少にとどまった。 インテリアについては、これまでの直線的なデザインから一新され、インフィニティモデル共通デザインのダブルウェーブが採用された。また、ヒップポイントは 27mm 低下され、スポーティな乗車姿勢とした。中期型タイプ S、タイプ SP12008 年12月から2010年1月また、2008年12月の一部改良では、ミラー形状が、 スカイラインクーペに採用されているものと同型のものに変更され、クーペとのエクステリアでの共有部品がドアハンドル、サイドターンランプに加えて一つ増加した。なお、後に発売されたスカイラインクロスオーバーとは、クーペを含めてサイドターンランプのみを共通部品とする。後期型 370GT タイプ SP55 スリミテッド2010年1月に行われた。 マイナーチェンジでは外装デザインが大幅に変更され、前後、バンパー及びヘッドランプ、フロントグリルなどのデザインが変更され、同時に17インチホイールのデザインも変更された。前期型 250GT、タイプ V、タイプ P グレード構成は VQ25HR 型エンジンを搭載する 250GT と VQ35HR 型エンジンを搭載し、 2008年12月まで設定された 350GT、そして2008年12月から設定された VQ37VHR 型エンジンを搭載する 370GT が用意される。その中でもベースグレードに加え VDC などが装備され若干仕様が向上された Type-V、Type-V の装備に加え本革シートやリアリクライニングシートなどが 標準装備されたされた装備充実グレードの同、タイプ P、タイプ V の装備に加え、18インチタイヤや専用バンパー、サイドシルスポイラー、パドルシフトなどが標準装備されたスポーツグレードのタイプ S、そしてタイプ S とタイプ P の装備を両立した最上級グレードのタイプ SP が用意される。なお、250GT にはタイプ SP を除く。 全シリーズが 350GT、370GT 350にはタイプ S、タイプ P、タイプ SP のみが用意される。ただし、250GT にタイプ S が設定されたのは2007年11月の一部改良時である。また、370GT あるいは 350GT のタイプ S 及びタイプ SP には世界初の4ワーズがオプション設定された。 250GT には、250GT タイプ S、250GT タイプ SP を除く前車に、アテーサ ETS を採用する四輪駆動車が設定された。なお、このモデルのグレード名は、それぞれ250、250GT4、250GT4 タイプ V、250GT4 タイプ P となる。2010年1月のマイナーチェンジでは、370。 GT タイプ p が廃止され、一方で使用向上が図られ、それまで全グレードにオプション設定されていた HDD カーブイングスナビゲーションシステムが標準装備となったため、250GT に廉価モデルのナビレスグレード A パッケージが追加された。また、それまで百五十 g t よび百五十 g t 4については VDC が装備されなかったが、 全車標準装備となり 250GT の VDC 装着グレードであった 250GT タイプ V にはプライバシーガラスや鉱石エアコンなどが標準設定となった2013年11月には次期型の V37 型発表に伴い 370GT 系全グレードの販売が終了し 250GT および 250GT4 にもプライバシーガラスが 標準装備となり、販売価格は、250GT で30.66万円、250GT タイプ S で26.88万円、250GT4 で23.835万円引き下げられた。55スリミテッド室内50スリミテッド2007年11月に発売。翌2008年3月31日までの期間限定車。 同社の50周年を記念したモデルで、ベース車は、タイプ P 及びタイプ SP 全車。スカイラインシンス1957の刺繍入り赤色、本企画シート、シリアルナンバープレートなどが装備された。55スリミテッド2011年12月に発売。2013年4月30日受注分までの期間、限定車だが、 期間内であっても555台を完売した時点で受付終了となる。同社の誕生55周年を記念したモデルで、ベース車は 370GT タイプ SP-250GT タイプ P-250GT4 タイプ B。特別装備は2007年に登場した5 0ィーズリミテッドとほぼ同様だが、外装色には風ガに採用される。 ガーネットブラックパールが特別に用意された。翌2012年2月には、クーペにも同名の特別使用者が設定された。2006年4月北米国際オートショーで V36 型インフィニティ G35 ダンを発表。 2006年11月20日販売開始。2007年11月27日 250GT タイプ S 追加。一部仕様変更。同時に期間限定車50スリミテッドを設定。2008年12月2日一部改良。エンジンの変更など。2010年1月6日マイナーチェンジ。外観の変更。 250GTKFR 車に7速、AT を設定。2011年12月19日期間限定車、55スリミテッドが発売。2013年11月11日 V37 型セダンの発表に伴い、グレード体系を 250GT、250GT タイプ S、250GT4 の3グレードに集約。 2014年11月末オーダーストップ、並びに生産終了。それ以降は在庫分のみの販売となる。2014年12月末販売終了。2006年2007年。ありがとうございます。